分心霊現象が絶えないどっかの洋館だこれ。正気を保てねえ。やめろよ。視聴者さん聞いてる。ゆっくり、超常現象女子法人。え、バイト？お前たち4人に依頼が来たんだよ。誰？丁寧だぞ。顔こっちに寄ってきた。僕はなった。バックルームの探索を見て依頼してきた会社があったんだ。髪の毛の力で売れる。あの人髪の毛で売れてるか。断ります。これ以上ホラーを増やしてなるものですか。おっしゃる通り、今回は私おりますからね。仕方ない。出口はそちらだ。私は帰るぞ。そのまま進んでくれ。あの謎番は何ですか。乗れてないぞ。行きたくねえ。結局来ちゃったよ、こういう場所にさ。仕事の説明だかを車の中で聞いてたけどさ、英語で説明されてもさっぱりでさ、つった顔でうなずくことしかできなかった。この洋館はまだ出たわけ。知りが何たら法人が管理してるんだろ。多分心霊現象が絶えないどっかの洋館だこれ。車の中で説明受けたけど人形をなんとかしろって話だったよな。なんとかってなんすか。曰く付きなのは間違いないと。でなんかさ、顔が個性的じゃない。霊夢です。やばい、意外と滞空時間長い。お前もなんかおしゃれ帽子かぶってるぞ。私ってったら帽子だろ。雨がすごすぎませんかね。入りましょう、とりあえず。な、開かない。無線で家全体を調べろって言われたから、どこかに入り口あるのかも。ちょっと庭とか見てくるか。いやー、くらー。なんかありそう。見えます。いやー、マリサさん部屋になんか。もういるのなんか。うわ。見たい見たい。あれ人の形してるー。人形よね。噂の人形だろうよ。どこみんな？嘘マジか、しまったぞしまったぞ。バルコニー広すぎんだろ。ボステレサイルぜ。いるぜ。今いたいたいた。おお、なんかあるー。何が？うわ、ここ突撃箇所じゃないの。ちょっと見てください。いやー。いやー、浮遊感。あー、落ちそうで起きない。いやー、浮遊感、あー、落ちそうで起きない。いや、すいませんって、たまにはこういう賞のないゲームも大事かなって、おじえ、まあ、おえ、あさー、すいません、もっと派手に落ちてくものか、しょうもねえんだよ。もう入るぞ、ら、行くのは。わざっと見たがここしかないか、すっごい味はここしかないか、なんかすっごい嫌だ。はぁ、うはぁ、怖い。うちかだ。もうなんも怖くないんで、残念ですけど、かかってこようら、こちとら雇用主幽霊だね。珍しいだろ、こういう形で触れるのら。すげえ値段しそうなものがたくさん。空気悪すぎて吐きそう。広いな、地下が。結構扉あるな。地下の鍵というものが必要だと直感走ったわ。鍵系はまだ見てないもんね。あ、やったすごい嫌だ。もうなんかすごい嫌よここ。なんだろうね。換気が悪いのもあってか。息苦しいし。え、すっごい鬱屈とした。ワインセラー。すっご、すごいな、金持ちだろこれ。気配する。うふ。うわ、びっくりわ。ああ、もう人形だ。よ、マジでびっくりした。てかライト消したらアイテム見れるのか。うお、なに、なんだ。今行く、何したんだよ。鍵見つけたのか、マリサ。今行ってる、今行ってるから。どうした、どうしよう、マリサと。え、何してんだよ。こいつやりやがった。ハマったみたい。霊夢さん、どうした、なんか見つけた。何してんだよ。いや、あの、座ろうと思って、ジャンプしてたら、後ろの隙間にはまっちゃって、次。お前嘘だろ、サトリー。何どうした、何してんだよ。マリサ呼ぼう。そうね。マリサちょっとマリサ来てー。なんかお前今日はついてるなって思ったんだよ。よくないハッスルするとき絶対やらかしあるからさ。え、これマジで動けないの。はい。帰るか。一旦引き返しましょう。お前ほんと、すいませんでした。あれ、側変わるのこれ、確認し直しかい？マリサ、うす、おい、ほんとにゴリサになるなんて想像できるかよ。カバジ、あれお前変わった。さっきと顔一緒じゃなくて、え、変わりたかった。サトリさんは割とサトリさんっぽいですね。あ、ほんと。確かにそうだな。浮かれすぎるんじゃないよ。カカカカカケー。なんすかそのオシャレハットで、ベテランみたい。じゃあ車の中で説明された通りに。え、わかんないっす。ごめん、全然わかんない。嘘だろ。大目標としては人形をすべて燃やして女の子を救出すること。あ、燃やすって説明だったのね。人形集めるだけかと思ってた。あ、この巻き束ってそういうこと。モテた。これ使ってこの屋敷のどこかにある暖炉かなんかで燃やしちまおうぜ。電気を消したら、あ、ほんとだわかるわ。日記か？私は彼女を救おうとしたが失敗した。私は諦めている。私はグレッチェンを取り戻すと誓おうだが、その少女は永久に失われるかもしれない。なんかあった？巻き？多分噂の女の子の親か近しい関係者の日記。業務や。どうしました？あなたあれ持つべきよ。ねえ、怖っこれ、これが燃やす人形ですか？てかサトリさん持ってくださいよ。否定が早い。私カルコプリーナ苦手だもんよ。なんですか、そのわけわかんない理由。ねえ、冷蔵庫じゃねえ。冷蔵庫だ。そんな上がるものかね。で、これピザとか焼けちゃうかもじゃないか。え？何どうしたの？ダメダメダメだって虫は、ここからは相手で取る。嫌です、帰りましょう。帰るにも鍵がねえからよ。虫はダメよ。虫はダメだよ。正気を保てねえ。やめろよ、無オケ。それオケ。音うるさいから。除霊効果。うわ、この階段だよ、絶対。登りたくねえよ。カバジ、近くに扉あるぞ。あ、ほんとだ。カバジ、そこは、マリサそこはかない。上行くしかないですか。あー、もう本当に怖い。お前幽霊大丈夫じゃねえのか。いや、なんか妖怪の類ならまあ。の類ならまあ。え、普通に。おお、どた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 、ちょっと待てよ。虫ですか、虫です。ねえ、罪でーす。嘘だ嘘だ。やだ、何やだ、説明、説明基本。もういる、そんなさ、もういるの。変わらない、高さが変わんない。はぁ、やだ。え、変わらない、高さが変わんない。はぁ、ヨウム、お前階段の手すりの上歩いてる。近い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 、許してなんで、もうやだやだ、降りれた。来てないの？来てないです。来てます、来てます、どうしよう。マリ、本当に来ないの？はぁわぁ。どうも。うっそ、待ってくれよ、整理できねえよ、ちょっと面白いぞこいつ。マリサ、ねえ、いないの、さっきの子いなくなったけー。どういう状況なのこれ。え、消えた、いなくなってるの。いないじゃないの、どこどこ。あ、やれ、移動しちゃった。右右右、
降りてくるのは、はい、降りてくるのは、はい、普通に降りてる。待ってください、待ってください、これ私ですよ、絶対私に向かってきてますよね。なんで私、私やだやだ言う人は、あなたさっきの人間を待ってるのか。襲ってくるものじゃないの。なんでだ、何も来てこないぞ。ブブブブ、ひ、わかんない、この子わかんない、ちょっ怖い怖いから。何もないのか、とりあえず人形を探すぞ。あーなんかちょっと面白怖いけど怖くてシュールで、なんだこれ、助けて、やだ来ないで。もしかしてこの子救助対象、え、だったら担いで帰るべき。いや明らか様子おかしいから、人形処分しないと多分何も変わんないから。上の階絶対広いでしょ、もうそもそもわかりやすく人形売っておいて。ふん、へぇ、なんなのなんなの、あの子マジでー。メモ見っけ。読んで。やだ。何が起きたかを簡単に説明し始めることはできない。しろよ。無駄にもない価値出ししやがってバカが。主人機取ってんじゃねえよ、要点だけ連ねろや。あー、オッケー理解。印のついた人形を燃やすらしい。さっきヨウムが拾ったやつか。私にキスガラ拾ったやつは違うってことか。あ、また新しい人形。黒いマークついたやつ怖いし、急に動いたら怖いから変えよう。嫌ですからね、手元でバタバタして殺しに来たりしたら。他にもたくさん人形あったから何個か燃やさなきゃダメだろ。今視聴者さん向けに説明してんだろうが。いや、あの、視聴者さん聞いてる。聞いてくれてありがとう。なんだよこの子。あ、私の人形取られた。印付きも取られるのかしら。これ時間稼ぎできる要素か。とりあえず探します。わあ、人形を集めたところでさ。そうなのよ、焼く場所がまだ見つかってないから。扉の鍵ですか。マスト、それがね、え、何の音。ナビー、どう、ちょっと待って待って待って、何の音だ、これ。援助長助けて。踏んじゃうからやめて、本当に。どこ行った。部屋の奥行った。具合行ってきた。帰ってきた。わあ帰ってきた。待ってくれよ、何なんだよこいつ動くの。向こう行けっし。煽り散らかしやがって。ジャンプまでしている。え、何何脅してん。ああ、鍵来た鍵。よしよし、あった、これでだいぶ広がるぞ。で、マッチ、エッチ起こしから自分でやるのか。お前ら、鍵あったー。壊してるよ。カバシも来たわ。うす。鍵あったんですか。あったあった、マッチも。これで人形を燃やすフェーズに行ける。あ、待って、この鍵広間の鍵だ、地下じゃない。そ、じゃあ広間に行ってそこで地下室の鍵見つけなきゃですか。とりあえず広間っぽいとこ片っ端から確認しましょう。そうだな。わーわー。うっ、誰誰、もう。あの子の声。え、ついに切れた。いない。さっき嫌というほどついてきてたのに。レイムやレイムや、あのもやもや。非常にさ、まずい感じ。あやまあ、飛んどるー。あ、なんだろ、すっごい怖い。怖いんだけど、なんかちょっとギャグっぽく見えるのなんなんだ。なんかちょっとギャグっぽく見えるのなんなんだ。気持ちはわかります。人形ちゃんと持っとこ。ちゃんと持っとこ。ちゃんと持っとこ。なんで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 。あ、新しい鍵。なんか片っ端から扉開けてたから、どこが広間だかさっぱり。次寝室だな。あーふ。あんじゃなふ。無理ー。チックショバックルームと違って鍵共有じゃないから。いや、鍵共有ってのがおかしいのか。鍵持ちのマリサさんに片っ端から開けてもらわないぶ。自分がこういうタイプ苦手だと気がついた。うーわ、うー、来てる。そうなんだ。うわー、努力未来や雪コースター。落ち着けよ、落ち着けよ、ネズじゃねえ、私だ。びっくり。結構扉開けたぞ。あ、そうなの。行くぞ。行くぞ。いや、いいわ。いいわ、とかねえから。広いよ。いや、結構広いわね。地下の鍵どこ。あ、もう自分がどこにいるのかさっぱりだな。なに、屋根裏あんのか。広いな、この屋敷よ。てか、他の奴らが見当たらねえ。うわー。なんでか。なあ、ヨウムか、びっくりした。鍵ありましたか。屋根裏の鍵ってのが。あ、屋根裏ならありましたよ、さここじゃねえか。はあ、ようやく進展あるぞ。おらー、開けろ。デトロイト死刑だぞ、わー。何ありましたか。気になる。あー、みんな走っていく。え、ちょっとマジで何があったんですか。マリサさん、マリサさん、逆かった。アラッツが来ました。私先降りてますからねー。ワイン飲みてー。でもすぐ酔っちゃうんだよな、ワイン。聞いてよ、私意外と霊とか大丈夫だなって思っててさ、食用だらね。でもね、気がついたんだどさ。だけどさ、こうやった。別の世界に来て改めてこうやって霊に会うとね。怖いんだな。あった、地下の鍵。屋根裏の鍵部屋の先だったか。なんか人形増えました。壁と話してる人形いますよ。おっしゃ、ようやく反撃できんぞ。ここだここだ、絶対ここ。あ、開いた。開いた、絶対これだ。ほい、巻き入れた。人形もどん。はぁ、あ。おっしゃ、確実に聞いたぞ。まだ8個？もしかして勝ち筋見えた。さとりさん、反撃ね。あれなんかされたっけ私たち、怖がらせてきましたよ。まあ怖かった。私たちも焼き場向かいます。うんだ、怖い怖いボブン。あー、やっと見つけた。おお前ら、よしここ、マリノシ、わあ、おりますおります。わあ、あんな一回離れる。こんなにも辛い目に。ここだ、この部屋で燃やしちゃうやつだ。今がチャンスで候。うっ、誰かいないの、誰か。私人形になったって何。私も行くしかないよな。はぁ、あ、終わらないもんな。レイムさん、てか。はぁ、あ、終わらないもんな。レイムさん、ってか。ねえ、気がついてわきい。ねえ、気がついてわきい。え、美人、すっごい変な声聞こえる、誰。嘘でしょ、これヨウム。人形にされました。これって戻せるの。レイムさん。悟り、ヨウム小さくなった。正直。いや、ほんとほんと。とりあえず人形燃やすわよ。で、これ巻き爪にくでなきゃならんのかい。まあ大量にあったし。しかも入れてからしばらくは他の人形入れられないわね。いや、ニヤニリアルだな。よし、あと7つ。あ、よしようやった、悟りだな。悟りだな。もうガンガン燃やす、ひたすら燃やしてやる。ほっほ。悟りがかけてった。
ねえ、さっきからこのゲームサギャグやってる時あるよね。面白描写ニートしてやってるぞこれ。もう一個ひ。だから嫌味リアルだな、青鳥。あの子ってここ入ってくるのかな。よいしょ。と人形が焼かれたら苦しいってのは、悪霊が分霊されてるってことよね。霊夢、気配を感じる。あの子来た。勝手に焼き場には来ないと思ってたんだけど、やってるか。いやあ、びっくりした。もう波が気配だよ、あいつ。ふわっとした男気が迫りきていたもんで。ああ、これ焼き待ちもあんの。多分もうすぐ、てかヨウムが殺された。最初にヨウムってのが解釈一致すぎるがチックショウ。叫んでたけど聞いてないよアイフ。なあ、その人形になったヨウムとやらは女の子に捕まったらなるんだよな。そうらしい。じゃずっと知ってる人形どもは悪霊のものとして、普通の人形は元人間ってことか。やだー、考えたくなーい。ほんで思ったんだけど、悪霊が炎で払われるんだったらヨウムの悪い気もはぁ、できたりしないか。あそってだわ。マルナ上昇すぎて逆に怖くないやつだね。言いた言いた。ヨウムかまどのとこ来て。作戦会議。作戦会議。跳躍力上がるのはなんでだよ。死ぬほど眩しい。ごめん、ヨウムここ。ここかま。うわぁ、危なー。これマジでヨウム。私もうガンガン探しに行くからな。ちょっと今は別の焼いてるから。つこめつこめ。うわびっくりした。うわびっくりした。やーったー、戻れました。やべへやべー、私人形集めの才能ありかも。いやでも明らかにこれやればなんとかなるってのが見えてるだけで気持ちが楽だよ。おえー、その鼻につく鳴き方は悟り。捕まっちゃったの。私だけでこれだけめちゃくちゃ作っちゃった。そんな激闘繰り広げてたの。後で見返してお涙ごっつぁん間違いなしよ。どこだ、動き回られるのがきつい。いい、たい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 た。まあてちっこいのおい。かっちゃま。てかあれ待って、ずっと怒ってるわけじゃないの。あ、そうなんだ、何あるのか。家帰ってから怒りつつと湧いてくるやつだ。じゃあもらっていくね。怒ってる。これか、この声ってチェイスしてくるスタートの声だったのか。あがいいことね。けど意外と遅いから対処はできる。よし、あと3体。うわぁ、あぁ、これ慣れない。足元から仲間走ってくるの怖い。うわぁ。こう苦しんでいたのか。これ人形焼いたら女の子の速度上がるのね。はやー。けどこうなると焼き場に戻るだけだから少し気楽。ナピアイー。あらゲーム。はいはい、でかい声でっかい。なんかジョブみたいなゲームって気持ちになってきた。もうあとマリサ全部取ってきてくれないかな。私もさっき戻った。私、お前、見つからないよー。光ってもしかして人形も女の子も来ない感じか。だとすればもう順調だから高ぶってきた。金銀だわ金銀だわ。嘘です、嘘で、気持ちの問題です。個人の感想で。焼き場に入ってくるのかよ。心臓に悪い。霊夢巻き持ってるか。あるよ、巻きいまくべる。よし、ナイス。あ、リーク。心臓に悪い。霊夢巻き持ってるか。あるよ、巻きいまくべる。よし、ナイス。あ、ごめん、全然私が普通に持ってたわ。なんだよ。出先にすぐ女の子いるから気をつけろ。はいよ。ね、うわぁ、妖精さんだ。戸棚のところに妖精さんがいるよ。いや、何してんのよ、あんた。おう、焼き場にあの子入ってきて後ろから殴られたわ。あ、さっき私がギンギンになってた時ね。ちなみに興奮は、ただのヒルヤガナヒルヤガナ。絶対足早くなってる、あの女子。いい巻きがついた、これ普通の人形だ。皆さんの姿も見当たらない。やられてないよ、さっき。うわぁ、はぁ、はぁ、この人形でよかった。身代わりになってくれるんだね。あー、もうやだ、無理せん。しょい、これであと一個かな。負けねえから、あと一つ。聞いたことない声でうなってるよ、わーん。上やかかってこいよ、ら。最後の一個はもう私の手元なんじゃ。おいでかしたよ、この、この。最後の一個、どこ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 、やだやだやだ。光。うえーやー、バキゲだー。あ、目ざといわね。へへってしょう。言わんどこ、知らない間に拾ってたこと。こいつ手癖の悪さがしてるだけだったわ。へぇ。あー。助かった。のか？ダメかと思いました。ほんとかよ。ほんとですって。毒ガミ返してください。すごいタイミングなんすから。もう聞かれた、帰りましょう。あっせ、おいけねえ。車ドア開けて。開かないのか。なに、お前らだけ悠々と帰ってきてるんだ。女の子連れてこい。あ、そうだった、忘れてた。もう行きたくない。あっ、いたいた、もうみんなここにいたわ。いました。あー、ほんとだ。え、ちょっと待ってくださいよ。すごく、みんな翌朝全身激痛フローリングスタイル二日酔いスペシャルみたいな状態で転がってるのかよ。本当は国際体制でいたわね。じゃあ連れていくか。お願いします。あ、そういうバスタオルみたいな感じで持ってくのね。よくも怖がらせてくれたな。揺らしましょう、もうガンガン揺らしましょう。画面端少年、もうこんなところ二度と来ないわ。どうい、やること全部終わりましたしね。じゃあ搬送するか。うーん、寝てきたってんだろって。お願い、もういるから扉開けろ。で、結局この子は何だったのよ。悪魔に取り憑かれた子。おいおい、雇用主はこの子に実験を繰り返してたのか。片方かすがされた感。超常現象を起こす奴らを隔離してるってこういうことか。まあ大変な奴らと関わりもしちゃったの。うーわー、びっくり。ちょっと悪霊抜けてないじゃないの。わあ。お前たちご苦労だった。まだ仕事はあるらしいんだが、どうする。いや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 、